東新電気株式会社は大正から昭和初期にかけて存在した日本の電力会社である。鈴木サブロスケは鈴木商店を設立するかたわら電気化学事業への進出を考えていた。鈴木商店は用土の製造を行っており、1915年より副産物の塩化カリウムを電気分解してマッチの原料となる塩素酸カリウムの製造を行っていた。 当時川崎工場には小規模な水力、発電設備しかなく、関東地区の電力網にも余裕が乏しいため電力の購入には限界があった。水力発電で大量の電力が賄えればコストダウンができ、余剰電力が生じた場合には、砂鉄の電気精錬を行うことまで考えていた。サブロスケは、芝浦製作所の常務取締役の岸慶次郎に相談を持ちかけた。 水力発電の第一人者と言われる騎士はこの案に賛成し、長野伝統取締役の小坂純造と高橋多もを紹介する。長野伝統は千曲川上流の南佐久地方に4カ所の未開発の水利権を有していた。1916年6月に東信電化工業を設立し、同年11月に長野県知事より河川利用許可を得た。調査の結果、 発電量が計画を大幅に上回ることが判明し、事業計画を一部変更して1917年8月18日に、東新電化工業の一切の権利を引き継いで、東新電機を設立した。東新電機は1917年11月より、土村第一発電所の建設に着手。翌年には、土村第二発電所も着工したが、サブロース家は味の素事業に追われ、 現場が東京から離れていたこともあり、十分な管理ができなかった。1919年8月に、東新電機は千葉県で用土の製造を行い、経営危機に陥っていた、総合水産を九州合併。総合の森徳明を建設部長に招き入れた。森は土村第一、第二発電所を完成させた後、1920年6月に、 竣工した小海工場の工場長に就任。鈴木商店葉山工場と旧総合水村立山清美工場の塩化カリウムを原料とする塩素酸カリウムの製造を開始した。第一次世界大戦後にスウェーデンのクルーゲル社が日本に進出するとダンピングや日本のマッチメーカーの買収、日本企業からの原料購入ボイコットを行い、日本の塩素酸、カリウム産業は壊滅した。 1920年10月、サブロース家は森に塩素酸カリの製造中止を命ずるとともに、建設中であった土村第三発電所と美濃和発電所の建設を急がせた。これらが完成すると、千曲川水系の4つの発電所と送電線を資産として第二等身電機を設立、東京電灯と対等合併させた。等身電機は未開業であった。 明治水力電機を合併、同社の持つ高瀬川水系の発電所、さらに千曲川水系の宝住、海瀬の発電所に着手した。森は負債を整理して、1922年6月に森工業を再興し、社長についていた。森工業は、東新電機から立山、深海の両工場を買い戻し、用土製造を開始。1926年には、 日本用土を設立し、両工場を移管した。東新電機は、阿賀野川水系の水力発電会社を買収し、1929年には、千曲川3カ所、高瀬川5カ所、阿賀野川2カ所の合計147,800キロワットの発電能力を持つ一大発電会社に成長した。しかし、関西系の電力会社の進出もあり、 関東での電力供給は過剰となった。森の提案により、東新電機と東京電灯を接伴出資の昭和肥料が設立され、余剰電力を使った石灰窒素と硫酸アンモニウムの製造が行われた。日本用土は、大町の精錬所で1934年1月よりアルミニウムの精錬を開始している。1938年3月26日、 第73帝国議会において電力管理法が可決される。森は日本電気工業、昭和肥料、東新電気の三者合併を提唱したが、東新電気株主の東京電灯や鈴木一族は安定した電力会社であること、後に日本発送電に参加する際の1、1.4の評価を選んだ。その結果日本電気工業と昭和肥料との合併にとどまり、 1939年2月23日に2社が合併して昭和電工が発足した。一方、東新電機は1941年5月に水力発電所18箇所、送電線4路線を日本発送電へと出資するよう命ぜられる。出資設備の引き継ぎは同年10月1日付で実施され、東新電機は日本発送電から同社株式の交付を受けた。 すべての電力設備を日本発送電へと出資した東新電機は翌1942年1月20日付で解散した。ありがとうございます。